マリー・ジョイは、栃木県にある、つくば・ライディング・パークで、つなぎ用されていたメスの馬術競技場である。2011年に、日本における、軽手馬の長寿記録を更新した。品種はアングロアラブである。父、ダイリン、母、トネチドリ。毛色は足毛で、アラブ血量は29.88%。1976年3月16日に、 門別の太田二郎によって生産される。競争馬としては、スインフラニーという名で、主に、キミ寺デラ競馬場、同栄競馬に所属した。記録に残る範囲では、1978年から1980年に、駆け走り、通算成績は35 0 3勝、206.9万円の賞金を稼いだ、下級馬に過ぎなかった。1980年に競争馬を引退。 競争馬引退後は引き取られ馬術競技場に転身した。トータルの実績は競争馬としてよりも馬術競技場としての方が上で、1982年の島根国体、国引国体等に出場するなど活躍した。その後も競技場時代の同一オーナーが引き続き、所有した。健康に優れ、非常に長生きした。2010年に、 サラブレット系競争バカネケヤキが持っていたメスのケイシュバの長寿記録を更新し、2011年には、新山が持っていた日本のケイシュバの長寿記録35歳3ヶ月11日を更新した。その後も記録を更新し続けていたが、2013年8月16日に死亡した。37歳5ヶ月はケイシュバとしては記録的な長寿であった。 ありがとうございます。